こんにちは、クリッカー夏猫です。今日本で買えるプラグインハイブリッドカーはトヨタプリウス PHEV、 ホンダクラリティ PHEV、 そして三菱アウトランダー PHEV の3モデル。ここではアウトランダー PHEV についてのお話をしましょう。といってもプラグインハイブリッドとは全然関係なくて、アウトランダー PHEV の運転席に備わるスイッチの話です。昨年の夏にアウトランダー PHEV は大改良を受けてパワートレインがごっそりと入れ替わりました。エンジン排気量が大きくなり、バッテリーも大容量化され、モーターもパワーアップ。その狙いはモーター走行領域の拡大と、エンジンがかかった際でもエンジンの存在を目立たせないようにするためですが、同時にインテリアもリファインされています。センターコンソールも新設計になり、従来はプッシュボタン式だった SAWC の走行モード切り替えスイッチがトグル式になったのです。新しくなったスイッチを見てピンときた人がいるかもしれません。見覚えがあると感じた人は鋭いです。実はこのスイッチ、ナーエボ10に採用されていた走行モード切り替えシステムのスイッチに近い形状。ナーエボ10の生産終了から3年半の時を経て、アウトランダー PHEV に受け継がれたというわけです。アウトランダー PHEV の SAWC と呼ばれる高機能 4WD システムは、前輪と後輪にそれぞれ1つずつ、合計2つのモーターで前後の駆動力配分を行うため、制御の自由度が高いのが特徴。ブレーキを左右独立で制御することで、左右輪間のトルクベクタリングも実現しています。アウトランダー PHEV には技術はもちろん、操作部までナーエボ10から受け継がれているのでした。雪道をアクセルコントロールで積極的に走りを楽しめる味付けとともに、オーナーは積極的に誇っていいポイントと言っていいのではないでしょうか。